どうもこんばんは、ノブドラムチャンネルのノブです。はい、初めての肉声でのお届けなんですけれども、まあ今深夜11時5分前ということで、まあ、某バンドみたく全部の挨拶言いたいところなんですけれども、真似したとかなんか叩かれても嫌なんで、こんばんはでいきます。はい、昔からの後輩の、ちょっと要望がありましてね、肉声でのお届けということで、本日スタジオに入ったんですけれども、まあ、なんで入ったかというと、まず、これですね。はい。この間、この DW の 5000TH をトレファクオンラインで買った時にですね、付属でついてきた、ちょっと古い、もうちょっと、なんですかね、コーテッドで少し削れてるヘッドのダンマーのビーターがついてきたんで、それをちょっとまあ再利用したいと思って、もともと持ってた北野のチタンビーターですね、それからシャフトをもぎ取って組み合わせてみた組ビーターパート2ということで、こちらのですね、よくチタンはしなる、強度があって軽くていいといういい話しかないチタンビーターだったんですけれども、昔ウレタン樹脂のヘッドがついてたビーターを使ってた時があったんですけどね、ベチベチとした音がしてすごく好きだったんですけども、ちょっと帰りの感じとかなんですかね、もう偏ったジャンルになってしまうっていうのもあり、全然使ってなかったんですけど、ここでこうシャフトをもう一回蘇らせて使おうということで、結構な値段したんですよね、その北野のチタンのビーターも。今ここでどんなもんになるか、なんか昔某インターネットか SNS でですね、ダンマーとチタンのハイブリッドは最高だなんて書いてあったのを見て、ずっと気にはなったんですけど、もう作るしかないなという、市販で売ってるものじゃないんですね、組み合わせてやってみました。はい、でついでにこの結局お前は DW かということで、なんか知らんけど、やっぱこのステージにドラムセットがあったら全く見えないペダルの見た目を気にして、この赤いアンダープレートが好きということで、もうずっと DW5000 使ってますね。まあ、そういう方は結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、そういうことでですね、今日はこの DW5000TH と TD4 の、まあ、これも新しくですね、ダンマーのビーター購入したんで、サウンドハウス でこれは前も別の動画で紹介してた組ビーター、あとこの3本立て、2ペダルのビーター3本立てでちょっと動画撮りたいなと思いまして、スタジオに駆け込みできましたね。まあ、そんなのどうでもいいよと思う方が大多数なんですけれども、まあ、そこをですね、ちょっとこだわってやってるのが楽しいという。ノブドラムチャンネルもですね、もう始めて1年半2年ぐらい経つんですけども、最初はおじさん のドラマーとして生きた痕跡を残すのにコツコツやってたのが、もう登録者数80人いきましてね、もうすっごい嬉しいことなんですけども、まあ、そんな中でですね、昔のバンドの後輩とかが見てたりしてですね、いやーノブ君の肉声やってほしいですねなんてコメントあったら、いやーそれは答えないわけにいかないでしょうということで、本日に至るということで、今日も叩いてみた動画1曲か2曲撮れればいいななんて思って入ってはいるんですけども、まずですね、このペダルの違い、動画で見ても同じ音に聞こえるんだけど何やってんだろうこの人と思うかもしれないですけど、微妙に違うんですよね。抜けの感じとか低音の出方どうなりとか、その微妙な違いでダブルキックした時の雰囲気とかも、まあ、そんなことばっかこだわってて、肝心のドラムテクニックが全然向上してない状態でも38歳を迎えてしまったんですけれども、まあ今日はやっていきたいと思います。もう4分ぐらい喋ってますけど、まあとりあえず比較動画、あとですね、別の動画か同じ動画になるかあれなんですけど、スピードスターベアリングだったカノープスで出してるやつの比較の動画も作ってみました。まあもともとついてるベアリングがもう壊れてんじゃねえかって感じで、スピードスターにした瞬間もうビュンビュンになるんですけれども、まああれもおすすめですね。すごく今これ両方つけたんですよ。無駄遣いだよって言われたらそれまでなんですけども、まあ、こっちがメインなんですけどね、こっちがサブということですけども、常にこの万全の体制を期して、まあ、ライブをやってるわけじゃないから万全の体制もクソもないんですけど、万全の体制でスタジオ入りたいということで、はい、ということでちょっとなかなか喋りすぎましたが、比較動画行っていきたいと思います。よろしくお願いします。